孫千岸歩、孫千ン,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 ンポ、チベット語、バイリー方式、581年 ?649 年もしくは650年は、古代チベットの王、在位593年から638年、643年から649年、もしくは650年、チベット初の統一王国、トバンを樹立し、チベットに初めて仏教を導入した人物として知られる。 本名は、ティソン・ツェンであり、ソン・ツェン・アンポは、後世の人間による損傷である。漢文資料では、マツ・サン・ヒヌの、ステル・シュー・ロー・サンと表記される。最小のガル・トン・ツェン、ガル・トン・ツェン許す運の補佐を受けて、チベット高原の大部分を支配下に置き、トヨクコン、パイラン、シロラン、タングートなどの周辺の部族に勝利を収める。640年頃までに、トゥバンは、北東は、 サイダム地方、東は、松州、西は、ラダク、南は、ヒマラヤ山脈に支配領域を広げた。彼の自責は、早い時代から伝説化され、天林王にも犠牲られた。ラソナン島のやる、ルン地方の部族長ナムリソンツェン、ティルンツェンの子として生まれる。13歳の時に父、ナムリソンツェンによって、名目上の王に建てられたが、4年後に政敵によって、 父は毒殺される。ナムリソンチェンの死後、ヤルルンに従属していた、シャンシュン族とスムパ族、ヤル、ルン王家の親族であるコンポ、ニャンポ、タクポが独立を図った。孫前ン,ン,ンポは荒烈な報復を行って、支持を失い、608年にカム地方の家臣団が、布告を称して、独自に隋に長考した。翌609年に隋の容体の攻撃を受けた。 トヨクコンの王、福誠が、甲が上流域に逃げ込むと、チベットの情勢に変化が起きる。最小のニャンの説得により、長年、トヨクコンの攻撃にさらされていた東方のスムパ族のイラン氏が、トバンに侵入し、トバン、パイラン、トヨクコンに囲まれた、富国は再びトバンに従属した。トヨクコンに対しては、620年以前に王女を、がせて接近し、彼らから、 政治、軍事制度を吸収した。南のリッチャビアサ、ネパールとは同盟を結び、平和が保たれる。孫前岸歩は、東アジアの大国だった党との外交関係の構築に努め、政略結婚を実現することによって、内外での権威の強化を図った。634年に、孫前岸歩は初めて、党に入港して、公主の公費を願いで、当初は、 唐の体操も王女の入り嫁に同意していた。しかし、豊久婚に親唐の政策を取る政権が樹立されると唐はチベットへの入りを拒否し、豊久婚に王女を送った。報復として、孫前元保は豊久婚を攻撃し、六百三十八年に唐が支配する青海の末州に侵入した。都ゥから攻撃を受けた唐と豊久婚の両方は賠償金を支払った。トヨクコンは、 親トバンと親塔の二杯に分かれ、前者はトバンに侵入した。また、青海以外に、雲南、ビルマ北部、ネパールへも、軍を派遣した。六百三十八年、孫前安保の息子が、トバンの王に即位する。党は、トバンの要求を受け入れ、六百四十年、もしくは六百四十一年に、軍尊軍前の日として、大操の娘文政公主が迎え入れられた。 文政公主がチベット人の赤面の習慣を嫌がった時には国中にこれを中止する命令を発した。しかし643年に軍村軍船が落馬死し,したため孫千安保が王に復位した。646年に軍村軍船の門が開けた後孫千安保は文政公主と再婚した。再婚後最小のガルトンセをおに派遣し、とから 皇室の婿として認められて、作法を受けた。孫前元歩の死後、軍孫軍前と文政公主の子であるマンソン万ンが王となったが、最小のガルトンンが受験を握っていた。620年頃に孫前元歩は、下に十二回制度を設置した。従来は王と氏族の長が定期的に君臣の名役を更新していたが、十二回制度を設置した後は、 氏族長の一族に身分を保障することと引き合に永続的な君臣関係を構築した。このため王は氏族長の下にある土地と民衆を一括して管轄することが可能になり国の統一が強化された。孫前元歩が導入した官職制は日本の官位十二階制度との共通性が指摘されている。また、都翼魂からは後世のモンゴル帝国と類似する。 軍艦区制度も導入した。孫前安保は、当の文政公主と共に、リッチャビアサネパールの有力者の娘チツン、ティツン、王女として迎え入れている。文政公主とチツンを通して、チベットに、中国、インド両方の文化が輸入された。チツンは、トゥルナンジ、大正寺、文政公主は、ラモチェ寺、小小寺をラサに建立し、インドと中国の仏教文化がもたらされる。 王の衣服は毛織物から絹に変わり、皇族の子弟は、唐の都である長安に留学して、私文を学ぶようになったという。また、中国からは、医学、先生術、考えの知識も伝えられた。孫千元歩が、自国の文字を作るために人材をインドに派遣した、伝承が残る。旅路は苦難に満ちたものであり、チベット人にとって、 インドの文字は難解だったが、知識を得得して帰国した大臣が、チベット文字を発明したと伝えられる。しかし、この伝承の史実性は疑わしい。だが、孫前元歩が、四国の技術者の派遣を等に要請したことや、六百四十九年を始まりとするチベットの年代記が発見されていることなどから、記録自体は、彼の知性から始まったと思われる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。